ある語について何に由来するのか、あるいはいつ借用されたのか、意味や形がどのように変化したのかを探る学問である。言語学の中では主要な分野ではなく、また一つ一つの語の由来を探ることは学問的に重視されていないが、その成果は言語の系統を調べる比較言語学で利用される。この由来を語源、または語源という。語源への興味と関心は、 語源意識と言われる。この意味、発音、表記は時とともに、しばしば変わるため、語源がいつも明らかとは限らない。また、言語の起源を考えることにもつながるため、すべての語源を明らかにすることは難しい。英語やドイツ語、フランス語などの近代語には、ラテン語、ギリシア語など古典語に由来する、専門語が多く、語源を知るとその後の意味がよくわかることがある。 ただし、比較言語学の知識がない場合、語源の説明には、しばしば強引なこじつけがされる。特に、日本語や朝鮮語のように、同系統の言語が未だに確認されていない言語では、この傾向が著しい。民間語源も同様の現象であり、言語学的な根拠のない、民間でルフする語源説のことである。語源の一種、あるいは語源と似たものとして、音象徴。 本議説がある。古くは平安時代の和名類受賞などに語の由来についての説明が見える。江戸時代に至っては荒井白石が東宮尾にて外来語の指摘で見識を示した。国学者の中には慶中や鴨の間ぶのように語源について言及した者も,もいれば元織のりながのように語源を探るよりも個人の使用法を知るべきというものもいた。 明治時代には、大月文彦が語源の必要性を解き、限界の増語改定版である大限界を作った。ありがとうございます。